皆さん、こんにちは。話題マンサイ TV のクラリスクラウドです。えー、あの、元プロレスラー、まあ、今もプロツー、時々やってみるんですかね。あの、まあ、あの、まあ、元参議院議員でもある、この、大鬼田淳さんですね。まあ、今、の、ボランティアでレスラーやってるんですかね。えー、まあ、そういう形で、まあ、活動いろいろされてるんですが、彼がですね、 ツイッターで呟いた言葉、その内容が、まあ、いろいろ反響を読んでですね、えー、まあ、鬼溜み直したと。いや、も、ま、う、あ、男の中の男だと。よく言ってくれたと。そういう賞賛の声がもう、まあ、溢れてるんですね。えー、まあ、あの、鬼溜つさん、レスラーとしても人気があってね、えー、当時、あの、グレート・ムーターを、 え、真似した、あの、グレートにいたという形でペイントしてなんか出てましたけども、えー、ま、このパフォーマンス自体が、ま、非常にユニークで、えー、ま、なかなか面白いと。まあ、好き嫌いはけま、あったんでしょうけどね、結構。えー、ま、私はそんなには見てはおりませんでしたけども、あの、まあ、ただ、あの、プロレスとか格闘技は結構好きでね、あの、ま、大人さんでももちろん見たことあるんですよ。えー、ま、そういう形で、 今でもね、これ元気に、時々はこれをボランティアでやってみるということで、この鬼田さんの話題、今日取り上げてみたいと思います。いくつかね、これあるんですが、あの、こちらにもちょっと鬼田さんのね、ツイッター、ちょっとあの、出しておきますけど、例えばこんなのがあるんですね。過去に竹島では、韓国警備隊に日本人が8人も殺されていると。こういうハッシュタグがついているんですね。 えー、こういった中にいろいろこれ書いてあるわけなんですが、まあ、1951年サンフランシスコ講和条約により、えー、竹島日本の領土であるということで、まあこれ決定ね、そういうふうになってるわけなんですが、えー、韓国はこれ一方的にこの李承晩ラインというものを設けてですね、これ根拠ないですよ。李承晩が勝手にこれ作ったものですね。で、当時日本はあの戦争の後でまあ疲弊しておりますし、 国力ももうなかったと。そういったものに相対する力も当然なかったわけですね。そういう感激をついてきていると。まあ、そういうところにできたのが理性版ラインであると。全くあの国際法上の根拠もないものですね、これは。えー、ところでは韓国でどういう教育がなされているかといえば、えー、これはもう韓国の領土であると。いうことであの子供の時代からですね、独特和の領土という、まあその歌まであって、 これ、事実上の洗脳教育をしているわけなんですね。あの、民主主義国家でこういう洗脳教育をね、ちっちゃい頃からやってる国っていうのはないです。えー、これはもう独裁国家だけですね。えー、よくね、日本のあの政治家とか官僚の中にもね、あの、隣さんを日本の政治信条、日本と同じくする民主主義国家であるということを言う人いるんですが、まあ、これちょっとあの、おめでたいとしかも言いようがないんですよね。 まあそんなことから、この大仁田さんはですね、国際司法裁判所にもこの無視を決め込むと。あまりにも過去、国際司法裁判所にこの竹島県について、これは日本の領土であるということで提訴してあるんですね。日本はその裁定に従うとはっきり言っています。国際司法裁判所の下さい裁定に従うということですね。ところがもう韓国はこれが出てこないわけですね。 出てきたら当然自分たちは負けるということも分かっているわけですので、それでまあ出てこないわけですね。大庭さんはこの、竹島のことについてはですね、国際司法裁判所には無視を決め込む。しかも竹島に乗り込んで規制事実を作っているのだと。で、大統領が変わるたびに日本を謝れ、そして万成金を支払いの連続と。いうふうに、まあこれ、強烈な批判をしているわけなんですね。 他にも色々あるんですよ。この件についてはね、続けて、過去において多くのこの日本漁船を打破し、韓国警備隊が銃撃で日本人を死亡させた事実はどうなっているのか。日本は韓国に戦後大きな代償を払ってきたのだ。韓国も国際社会の一員ならば、正式に謝罪し賠償を行うべきだと思うのであると。いうことでこれ書いてるわけですね。 ここにハッシュタグ付きで蔡英文総統を国民として招待することを求めますと。えー、まあ私も賛成しますってこれ書いてありますね。えー、日本の総督府があった時代に私の母親は台湾で生まれました。えー、台湾も中国の干渉が激しいと思いますが頑張ってください。友好国として応援しています。コロナ時代に台湾政府が取った政策は素晴らしく、偏見なくジェンダーの大臣の働きは素晴らしいと。 ということはですね。えー、ま、あの、日本はね、コロナのことで、えー、よくね、あの、お隣さん見習えとか、あんなこと言う人いますけど、これもう全然違いますね。えー、これ、日本が、あの、真似せできるような方法じゃないんですね。民主主義国家はどこも真似してません。問い合わせしたところですね、民主主義国家の理念とは入れない形でやっていると。これ、あの、ちょっと別動画で、あの、流してあります、流しますんで、で、 ま、この実際にね、蔡英文総統を国民として招待するということが、これ、まあ、非常に、ま、現実問題としてはね、これ難しいというかもう困難、困難なわけなんですが、ただこのぐらいの気持ちがやっぱりいるんじゃないでしょうかね。ま、鬼滅さん他にもね、例えばあの、え、鬼滅の刃、これ、ま、韓国に、ま、パクられたと、え、いうことですね。日本のゲームをパクっていると、どう見てもこれ盗作だろうと、ね。 えー、しかし、まあ、メディアの取材にね、隣さん、盗作ではないと、まあ、否定したわけなんですが、まあ、これについてはね、日本はもっとあの、毅然とした態度でやるべきだと、いう、まあ、ようなことも言っているわけなんですね。えー、やはりこれ、日本の大事なコンテンツですので、えー、こういったメディアインジャパンを守りましょうということなんですね。まあ、あの、鬼滅の刃、これ、誰が見ても、どう見ても、えー、これはそのままパクっていったと、 え、いうことですね。で、あの、鬼滅の刃であるということは全くわからないようにして、え、韓国ではこれ、リリースされているということですね。この中にこういうコンテストがいっぱいあるんですよ、実は。あの、マジンガゼットもね、 え向こう行くと、テコンブイなんていう名前になってね、全く同じのが出てるんですよね。もうだ、誰がどう見たって、これはもう、マジンガー Z なんですけれども、えー、テコンブイは随分とまたね、えー、これ有名になってるんですよね、向,向こうでは。えー、まあこういったことはもう何の疑問もなしにこれ、まあ、やっているというのは、あの中国とか韓国っていう国には非常にこれ多いわけですね。 今、あの、コロナ、ね、中国が、中国から出てきたということで、これ謝罪することもなく、ま、挑発繰り返してですね、ま、あ欲張ということで、かなりこで侵略行為を働き、働いてますでしょところが彼らはもう、我々は法に、法に基づいて、法に、法を守って、平和のために、<laughs> 戦ってるとか。まあ、とにかく、まあ、自分たちのやってることと真逆のことを平気で言ってるんですね。ああいうことが通用すると思ってる神経がもう、えー、今の時代にね、これはもう通らないんですね。えー、逆にね、どこももう信頼しないと。えー、実際にも欧米ではもう中国はもう信用しないと。そういう動きがもうだんだん出てきたわけですね。あとは、ま、ドイツですね。メルケル。 まあ、メルケルはもうどうしようもないんですけれども。ということでですね、大仁田敦さん、えー、今、ネットで非常にあの話題になってですね、英商さんの声が、まあ、巻き上がっているということで、大仁田株がものすごい、まあ、上がっているわけなんですねちなみにメルケルの過ちは、やっとドイツでも一部で気がつき始めた人たちがいる。 しかしすでにドイツには中国がかなり侵食しており重要な情報産業の中枢にさえ入り込んでいるその企業はあと10年ほどで中国の手に落ちることになっているこれはドイツにとっても西側諸国にとっても非常に危険な最先端技術が中国へ渡ることを意味しているすべて中国で金儲けだけをしてきた メルケルケ政権のの生み出した遺産といえる。ドイツメディアは親中、反日を繰り返していたが、中には日本などはどれだけ頑張っても中国のわずか一周分もないと嘲笑う報道をしていたドイツ紙もあったくらいだ。最近になってやっと中国の危険性に気がついてきたようだ。これまでは中国によるアジアの危機については。 どこ吹く風で中国を増長させてきた一番の国がドイツであるこのまま行くとドイツは遠からず中国の衛星国になるだろうご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録してね